双葉鈴木竜は、白亜紀後期山と海に、日本近海に生息していた、地鳥竜。爬虫類ウユミルプレシオサウルス上かエラスモサウルス下に属する。日本国内で化石が初めて発見された、地鳥竜として著名。発見から38年後の2006年にようやく、親属新種として、正式に記載された。模式標本は、 国立科学博物館に保管されており、化石のレプリカは、福島県の岩木市石炭、化石館などに展示されている。国立科学博物館に展示されている、双葉鈴木竜の山上レプリカの一部。双葉鈴木竜の化石は1968年に、福島県岩木市、大久町入間沢の大久川賀市で露出していた、双葉総群玉山総入間沢武装の稲沢マス。 おまかセンシス隊から、当時高校生だった、鈴木忠によって発見された。この頃、各大陸に比べて面積が小さい日本列島では、主張流や恐竜など中世代の大型爬虫類の化石が発見されることはないと考えられていた。双葉鈴木流の発見により、こうした定説が覆され、専門家やアマチュア研究者による化石発掘が各地で盛んになった。 双葉鈴木流は、他のエラスモサウルス科の種に比べて、目と鼻の間がより離れていることや、頸骨が長いこと、鎖骨と摩鎖骨の接合部分の形状などが識別点であるとされる。全長約7メートルに復元されている。首の部分の化石が失われているための推定値である。逆に、首以外のほとんど全身70%が化石として残っているのは、 ケウナ標本。双葉鈴木竜と共に発見されたサメの葉の化石。国立科学博物館の展示。双葉鈴木竜が発掘された際、付近から大量のサメの葉が発見され、一部は骨に刺さっていた。このことから、この双葉鈴木竜はサメに襲われた、あるいは死体にサメが群がったものと考えられている。確実に、双葉サウルスと言えるのは、最初の標本のみ。 近隣では、他の主張流の部分化石が発見されており、双葉鈴木流の同種と推定されているが、部分化石のため種まで同定できていない。なお、双葉鈴木流とそれに続く巨大アンモナイトの発見により、脇市北部には、標本業者や学生が押し寄せるようになり、無秩序な発掘が問題化した。双葉鈴木流という名は発見者の名字、鈴木と発見された地層の 双葉総群から名付けられている。発見直後に、調査のため来日したサミュエル・ウェルズにちなんで、ウェルジオサウルス・スズキーという学名が提案されていたが、当時は新種かどうかの判断はつかず、発見後38年経った2006年5月に、国立科学博物館の佐藤、玉木特別研究員と、真部誠主任研究員、群馬県立自然史博物館の長谷川義和、 館長ら3人の研究チームによって、ようやく親属新種の主張流と判明し、フタペーソリススズキーという学名で正式に記載された。発見から正式な記載まで38年もかかったのは、種や族の特徴を比較研究する上で必要となる主張流類の資料や情報自体が世界的にも十分でなかったことによるという。しかし1990年代以降、 エラスモサウルス化に関する研究資料や情報が増えたことに加え2003年からは世界の主張流化石を数多く実験した経験を持つ佐藤研究員がチームに加わったことで正式な新種記載にこぎつけたという佐藤研究員はこの化石を彼と呼ぶほどの熱意を持って研究に臨んでいたといい彼女がいなければ正式な記載までさらに5年は かかったかもしれない、と、長谷川館長が感想を述べている。この化石の私有は不明であるが、佐藤研究員は、私が好きになったんだからオスでしょう、と言い、勝手に、彼と呼んでいる。ちなみに、フタペーソリスという名称は、これよりも早い1990年に、フタバソウ群産のティラノサウルス類と見られる、重脚類の学名として提唱されたことがあったが、学名に必要とされる。 記載文を伴ってはいなかった。命名規約上、このような名称は裸名と呼ばれ、学名としての的確性を持たず、選手権の原則も適用されないため、双葉鈴木龍の種としての記載の際に問題になることはなかった。首長龍という日本語そのものが、双葉鈴木龍の発見に伴って、長谷川義和が作ったもの。プリージーソリアは直訳しても意味がわからないし、 長径竜、蛇首竜などとも呼ばれていたが、統一されてすらいなかった。それどころか、飛躍術の範疇では、恐竜との区別さえ曖昧であった。ありがとうございます。